はい、ステロイダー、コウタさん。はい、筋肉もりもりですね。はい、コウタさん、今日の初心者ブラジリアンジューズクラスでやった、シザースイープ。はい。習得できたんですかね。そうですね、形は分かったんですけど、はい、ちょっとスパーで試してみたら、はい、やっぱそう思い通りにはうまくいかないな。いかなかったですか。コウタさん、ちょっと僕に、じゃあ、はい、ね、シザースイープ、ベーシックのシザースイープやってもらっていいですかね。はい。はい、はい、どっちでもいいんで返してください。おお、あ、いいっすね、いいっすね。はい、もう一回お願いします。じゃあ今度、こっち向きになりますね。もう一回お願いします。はい、うん、おーおーおー、上手ですね。今日初めてやりました。今日初めてですね。お、真面目に上手ですね。もう一回じゃあ今度来てくれますかね。はい、これやったら相手がなかなか倒れなかったってことですよね。そうですね。ちょっとやってもらって、じゃあ僕こういう感じですか。もう一回来てもらう。そう、こんな感じですよね。はい、相手がある程度バランス良くて帰らなかったってことだね。OK です。これ、あるあるです。シザースイープ、あるあるです。はい。ちょっと私にもやらせてもらうと、ね、まあ、まあ、クロスガードかなんかか、はい、と言いますと。はい、襟持ってきてね。補足すると、この時、襟はここよりも、ここ。で、手のひらというかがね、自分の方に見えるぐらい。こうじゃなくて、これぐらい深く入れます。深く入れた方が相手引っ張りやすいんでね。まあ、いろんな諸説があるんですよね。この辺ぐらいがいいっていう人もいるんですよ。でも僕はこの辺の深いところの方がこう引っ張ってこれるし、力強く持ってくれ、来れる感じがするんで、僕はこれぐらいが好きですね。これぐらいがいいっていう人もいるんですよね。うん。はい。じゃあまあここでやったとしよう。はい。ここ袖持ってね。はい。自分の、僕のこれ左足ですね。左足の膝裏を、膝のこの曲がるところですね。後ろの曲がるところを、コウタさんの膝のね、膝小僧につきます。はい。そして、この右足、右すねですね。すねがコウタさんお腹に乗ってます。はい。そして、軽、ハサミのように。これ、足がね、こうね、ハサミみたいになるんで、膝ついて。ね、チョキチョキチョキです。ね、帰ると。え、バッて、うわ、帰んないと。うわ、帰んないと。うわ、こいつバランスいいと。ね。で、この内もも蹴っても、うわ、こいつ、全然いかないってなった時ですね。こういう感じだったってことですね。そうですね。はい。オプション1、オプション2って言えばいいですかね。ベーシックタイプ行ってダメだったら、オプション、で、次のオプションです。はい。そしたら、僕のこの、コタの首の横にあるこの手、ね、襟握ってる手を研ぎます。パン。そして、こっちの手も持ちます。こっちの袖もね。そして、体を入れ替えます。今僕はこっち側、左側に返そうとしてたんですけど、こういう感じだったんですけど、逆にします。え、そしてこれを、コウさんの手を、赤ちゃんとか、操る人形を操るみたいな感じで、ハンドル回すみたいにして、こうやります。それと同時に、右側に今度返す。これなかなか耐えれないんです。はい、これね、逆側に行くんで、逆シザースイープとも呼ばれますね。はい、もう一回行きますね。まあ、割愛して、いろいろね。はい、ナチュラルなシザースイープ行ったけど、バランスがいいと。うわ、ダメだと。うわ、こいつバランスいい、帰らんわ。ってなったら、隙をついて、バン、持ちます。はい、体入れ替えます。ね、これも蹴ってますね。どっちもいいです。プッシュしてもいいし、ここ勝ってもいいです。ハンドル回すような感じ。これちなみにね、今、コウタも一回倒れて何トラックがあったと思うんですけど、両手塞がれてるんで、受け身が取りにくいんで、コウタのこの肩から落ちて、結構ドスンっていう。最初結構びっくりした。で、まあ、うまくいけば、最高にうまくいけば、マウンテン&スイープで、まあ、BJJ だったら6点かな。入りますね。はい。そして、もし、で、これじゃなくてもいいですね。はい。これ、今、逆シザースイープですね。はい。ナチュラルシザースイープいって、はい。逆シザースイープいきました。はい。もう一つあります。はい。ここで、この襟、今話してこっち持ったんですけど、今度この襟を外せません。ね。こっちの左手の、左手、袖持ってる手、ね、僕の左手。これをね、こっちの手、こう持ってきます。そしてこのままだとバランスいいんで、しっかり引っ張ってきます。そうすると僕の右すねにコウタの体乗ってますよね。こうすると軽いんですよ。そして、見えますかね、コウタさんのこの左手を、左手だね。左手を殺してるんで、
こっち側コースターの使いもないですよね。これが持ってないとテストです。バン、こっちに返したいんですけど、こう、なっちゃう。それを今、こう引っ張ってきて、殺してます。なので、こういう感じ。右手でこっちやるのと、右すねにコースターの体乗ってるんで、僕軽く持てます。そしてこれ一緒にやれば、こういう感じで。まあ、2ベリーぐらいまでいけるかな。これも、とりあえずフィリップ入ってますね。でまあ、2、4ザベリーも入ってますね。はい、どうせやるもんね、これ帰りますよね。帰ると思いますね。ただね、このね、なんとなく皆さんも分かったと思うんですけど、こっから、このコータさんの手をね、この手でもらうのが結構、難しいんですよ。うん。こういったらすぐ引かれそうですよ。そうそう。なのでね、まあ、結構これをしつこく仕掛けて、仕掛けていったりすると、相手もなんか手がこう歩いてきたりするんですよね。近づいてきたりね。その時にうまく取ります。そう。うん。まあ、最初から自分から取りに行くっていうか、自分から取りに行こうって結構遠いんで、もう本当にこれ普通のシザースイープを結構粘って狙いましょう。そうするとね、ちょっとこっち出てくるんですよね。うん、これスパーでやってもらえばわかるんですけど、まあ、この手もね、そっちにずっとそっち側にいるっていうより、こっちなんか来るときあるんですよね。その時すぐ逃がさず持ちます。一回持っちゃえば持ちよいんで。これさ、戻そうとしてください。戻さない、戻せないですよ、だからね。戻せない。そうそう。そしたらすかさず、この右手と、右すね。まあ、これは固定してればいいですね、この左手をね。で、こっちに跳ね上げる感じ。まあ、軽く行ってももう行きますよね。これ、軽く行ってもいいです。ね、ちゃんと自分が上になるように。で、2ベリーまで。この、ベーシック、そして、逆シザースイープ。ね、今のがね、なんかよくわかんないですけど、裏シザースイープって結構呼ばれる。裏と逆。まあまあ、まあ、こ、ね、これちょっとじゃあ、ベーシックはまあ割愛して、じゃあ、逆シザースイープってことですか？はい、ナチュラルなシザースイープいきました。はい。はい、相手が結構バランス良くて、帰らなかったと。そしたら、そう、両方持ちます。そして、ハンドルを回すように。うわ、うわガチです。リアルです。本当に痛いね。上手ですよね。いいですね、この前ね。しっかり僕、軽く帰りました。軽くっていうのは、なんていうんですかね。僕の体重をしっかり、体幹を殺して、しっかり今できてましたね。そうすると、こうなってるんでね、こっから本当、ドスンと落ちるんですよ。ドスンと落ちるんですよね。結構痛いですよ、受けるとね。相手にね、柔術だけどダメージも与えますよ。うっすらね。はい。じゃあ、裏シザースイープ入ってください。うん。来ましたね。はい。そう、絵に持ってたよね、本当はね。で、まあ、これを、この手で持つんですけど、最初から行こうとすると結構、相手も大きたぜって。はい、こんなになって、逆に一回こうなっちゃうと、頑固になっちゃうと、僕もなんか狙ってんだろ、これ取りにって思って、行かないんで、普通のナチュラルシザーを結構狙ってるんですよ。そうするとなんか、そのうちバランス取ったりするんで、この辺出てくるんですよ。そしたら、うわ、捕まった、魚みたいな感じですよね。うわ、捕まったみたいな感じになったら、うわ、あ、そう、うっすら締めも。ね。これでギブは取れないと思いますけど、ちょっと苦しいですよね。で、2ベリーも入ってるんで、結構制圧できてるんですよ。もう一回じゃあ、裏シザースイープのこと言ってください。まあ、最後のやつですね。そうです。3番目のやつですね。はい。ナチュラルシザースイープいった。あ、ナチュラルシザースイープ。うん、ナチュラルいった。うわ、バランスいいと。うわ、バランスいいぜ、こいつってなった時に、結構狙い続けます。そうすると、もうね、この人がこうなったら出てくる。そしたら捕まえる。そして、うわ。ちょっと崩れましたけど、まあ行きますよね。もう一回じゃあね、まず裏をやらせてくれますか。裏じゃないね、逆をやらせてください。はい、もう一個使ってもらって。はい。よいしょ。はい、ナチュラルな、シザースイープ行ったらいけなかったと。ね、いけない、バランスいい。なったら、こっち取って。これもね、こんなゆっくりしたら逃げられる可能性があるんで、まあ、すぐ取ります。そして逆になって、回す。大きく回す感じですね、ハンドル回す。そうすると、起動するんです。で、マウンテン。まあ、マウンテン。最高ですね、ここの時はね。はい。で、今のが逆。そして、裏です。ね、裏と逆って大体同じような意味なんでね、どれか、まあ、名前別に覚えなくていいですからね。このやり方だけ覚えてもらえばね。はい、シーザー。ね、何かまでやったりする。相手手が出てくる。そしたら、すかさず取る。ここまで捕獲しちゃえば、あとはもう軽いです。よし、はい。OK ですね。はい。コウさん、どうでしたかね？シザースイープのコンボです。はい。これ面白いですね。いいですね。
ほんと実践で使えるんで、はい。コウタさんのブラジリアン柔術ライフを、ね、はい、充実させるためにも、はい、はい。これ、また次のスパーリングでやってみてください。はい。はい。ありがとうございました。ふぅYouTube、TikTok、Twitter、Facebook、Instagram、コメント欄で格闘技に関するご質問お待ちしております。